汚い戦争の犠牲者たちの写真汚い戦争は、1976年から1983年にかけてアルゼンチンを統治した軍事政権によって行われた国家テロである。サハゲリラの取り締まりを名目として、労働組合員、政治活動家、学生、ジャーナリストなどが逮捕、監禁、拷問され、3万人が死亡、または行方不明となった。 1979年に5月広場のカーたちの運動が結成され、行方不明者の調査と不法逮捕者の釈放を求める要望書に2万4千人の署名が集められた。汚い戦争の始まりについては、はっきりしない。1975年にキューバなどからの支援を受けた共産主義ゲリラの人民革命軍に対して、トゥクマン州を舞台に行われたアルゼンチン軍の 弾圧が発端であるとする意見もある。人民革命軍は、アルゼンチン国内でも、特に貧しい山岳地帯である、トゥクマン州を、革命の本拠地にしようと試み、州の3分の1を支配下に置いていた。ERP に呼応し、アルゼンチンのゲリラ組織、モントネーロスも、都市部におけるテロを繰り返していた。 イサベル・ペロン大統領は、殲滅指令を布告、トゥクマン州における、破壊分子を殲滅するために、軍は、すべての必要な手段を取るよう命じた。軍は、独立作戦を実行し、特殊部隊を含めた不評と空軍を動員、ゲリラとの戦闘を開始し、その過程で、ゲリラの支配下にある街を破壊し住民に危害を、加えた。1975年9月、 イザベル・ペロン大統領が病気療養のために一時的に職を離れると、イタロ・ルデールが大統領代行となった。翌10月、フォルモサ州の不評連帯宿舎がモントネーロスに攻撃され、28人の死者が出た。ルデールは国内治安協議委員会を設立し、トゥクマン州で行われていたゲリラ鎮圧作戦を国内全体に拡大させることを決定した。 国内は5つの軍管区さらにその海地区に分けられ、それぞれの地域の治安を軍の司令官が実質的に掌握した。ウハ民兵組織であるアルゼンチン反共同盟も加わり、軍の弾圧とそれに対するゲリラ攻撃が繰り返された。1976年3月24日に軍の交換によるクーデターが発生した。陸軍のホルヘラ・ファエル・ビデーラ。 海軍のエミリオ・エドワルド・マッセラ、空軍のオルランド・ラモン・アゴスティが権力を掌握した。彼らは、軍事政権を、国家再編成プロセスと名付け、ビデラとその後の軍事政権指導者たち、ロベルト・ビオラ、レオポルド・ガルチェリ、レーナルド・ビニオーネによる、各政権が、労働組合員らを中心に、学生や活動家数千人の違法逮捕、拷問、殺害、強制拉致等、 様々な弾圧を行った。軍事政権が民衆の支持を獲得する目的で行った。フォークランド戦争は敗北に終わり、政権維持はもはや不可能であることが明らかになった。1983年10月30日に総選挙が行われ、軍政の処理を行ったラウル・アルフォンシンが当選した。2005年に同国最高裁判所は、 軍政下の犯罪を不問とする恩赦法に違見判決を下した。これ以降、拉致、拷問、殺害に関与した、現軍幹部らに対する有罪判決が相次いでいる。2008年に終身刑判決を受けたアルシアーノ・ベンハミン・メメンデス。元司令官は、共産主義から国家を守るための戦争に従事した、軍司令官を罰するのは間違いだと主張した。 2011年12月にビデラは、大統領在任中の人権侵害の罪で、終身刑の判決を受けた。2012年4月にビニョーネも56人を誘拐、拷問した罪を問われ、禁錮25年の有罪判決を受けた。これに加えて、両者は2012年7月に、政治犯の囚人から赤ん坊を略取、隠匿した罪によりそれぞれ、禁錮50年。 金庫15年の刑が加算されている。資金源として、フリーメイソンのロッジであることを隠れみのに、反共主義を掲げ、イタリアを中心に活動していた、ロッジピーニによる不法な資金調達と、第二次世界大戦下のドイツで行われていた、ニセポンド札の偽造計画、ベルンハルト作戦の関係者で、戦後親ドイツのペロンが政権を握ったアルゼンチンに、亡命した。 ドイツ人たちによる偽造ポンド紙幣が大きな割合を占めると指摘されている。アルゼンチンの治安部隊と市の部隊はコンドル作戦において他の南米の軍事独裁国家と協力して行動していた。アメリカ政府は軍事政権に対して軍事物資と資金の援助を行っていた。アメリカで公開された政府文書によるとヘンリー・キッシンジャーは 外務大臣に対してアメリカの議会が支援を停止する前に内戦に蹴りをつけるように求めていた。アルゼンチンにおけるカトリック教会及びその指導者の汚い戦争に対する対応を批判する声が存在する。ブラジルやチリでの軍事政権の弾圧にそれぞれの国のカトリック教会が立ち向かった一方でアルゼンチンのカトリック教会は軍事政権を支持し信者に対して 国を愛するよう求めていた。当時、汚い戦争に大使意義を唱えた者は、破壊分子のレッテルを貼られる恐れがあった。軍事政権を批判し殺害された、司祭、司教がいる一方で、大多数の教会関係者は口を閉ざしたままだった。汚い戦争の期間中に、エンリケ・アンヘレリとカルロス・スポンセデレオンの二人の、司教と17人の司祭が、 軍事政権により殺害された。2013年2月に下された判決において、裁判官は、教会組織が、司祭の殺害から、目を背けたと批判した。1976年に殺害された司教、エンリケ・アンヘレリに関する裁判では、軍事政権の迫害に、教会の同意があったと指摘された。軍事政権の指導者の一人である、ホルヘラ・ファエル・ビデラは2012年、 教会の指導者たちは政府による弾圧の共犯者だったと証言した。1976年から1983年にかけて警察署付きの司祭であったクリスチャン・フォンベルニヒは囚人の拷問、殺害に直接関わっていた。民主化後1985年に行われた裁判において彼は容疑を否認した。 1986年に汚い戦争における犯罪の追及を停止する法律が交付されると彼に対する捜査も打ち切られた。この法律が憲法に違反しているとの判断が下された後、2003年9月にベルニッヒに対する逮捕状が出され、チリの街でクリスチャン・ゴンザレスとの偽名を使い潜伏していたベルニッヒは逮捕された。 2007年10月にベルニッヒは7件の殺人、42件の誘拐、32件の拷問の罪で有罪となり、終身刑が下された。カトリック教会のベルニッヒに対する処分は2010年時点でも行われておらず刑務所の中で囚人に対してミサを行っていた。2000年にアルゼンチン市教評議会は軍事政権に対して、 反対の立場を示さず、市民を庇護しなかったことを謝罪する声明を発表した。ありがとうございます。